以前にも増して新たな簡単と異形の念を持って我々の心を満たし続ける二つのものがある。これは我が上なる星空と我が内なる道徳律である。このね、名言の意味が分かると、カントの哲学のエッセンスも分かる。ネオコートユーミンでございます。西洋哲学史講義近代編。今日はいよいよカントでございます。 ファントはですね、この説教の中で個人的に書いた本人からして相当出来がいいと。 思っている解説でございます。なのでですね、この動画を見てくだされば、まあまあもう本当この本の通りに解説すればもう本当によくわかるというような話のはずなので、これに沿ってお話ししていきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。関東はですね、批判哲学っていうので有名なドイツ語圏の哲学者ですね。場所はケーニヒスベルクって現在ロシア領なんだけれども、ドイツ語圏の哲学者ということで、あと逸話が有名ですね。 時間に厳格で、毎日午後3時に散歩してたみたいな。 も有有名名ですすけど、まあ、カントは有名な本が3つありますね純粋理性批判実践理性批判判断力批判批判哲学っていうふうに言われるんですけど、まあ、この純粋理性とか実践理性とか判断力っていった理性の能力についてできることとできないことっていうのをきっちり論じたっていうのがカントの批判哲学なんでですねでこの本書とかこの動画で紹介するのはこのうちの最初の純粋理性批判と実践理性批判2つを紹介しようと思います。 この動画を見れば大体何言ってるのかなとか、えー、何が目的でカントはこういう批判哲学っていうのをしたのかっていうのが分かりますので、えー、何がしたかったのかっていうとまずカント哲学の基本的な趣旨は確実性に基づいて学問を基礎づけることこれが純粋理性批判っていうのでやりたかったこと実践理性批判っていうのは市民社会の道徳を確実性に基づいて基礎づけること基礎づけってことがやりたい。 で純粋理性批判は自然科学学,学問の基礎づけをやりたい実践理性批判っていうのは倫理学の著作なんだけど道徳要するに市民社会の基礎を基礎づけたいというそういうような感じということをまずざっくり示してで最初にですねこれカントの名言っていうのを紹介したいと思います。 ここに我々がそれについて長い時をかけて思念を重ねていくごとに以前にも増して新たな簡単と異形の念を持って我々の心を満たし続ける二つのものがある。これは我が上なる星空と我が内なる道徳律である。これは実践理性批判っていう作品の本当に終わりの方に出てくる言葉なんですけど、このね、名言の意味がわかると、カントの哲学のエッセンスもわかるっていうふうに俺は思ってるわけね。なぜ 夜空の星々と、 の心の内なる道徳律とかいう謎のものに無関係じゃん両方とも。としく、なんか簡単するとか、異形の念を持つとか、そういう尊敬できるとか、そういうことが言えるのかって、まあそれが分かれば、関東哲学も分かるし、この本は分かるように書いてあるという奇跡みたいな本ということで、まあ、まずですね、じゃあ星空の話、これは純粋理性批判の話ですね。えー、我々は自然をどれだけ知り得るのか、その地位に確実性は期待できるのかっていうのが、純粋理性批判のテーマ。まず、自然っていうのは経験によって知られる 観察したりとか実験したりとかでそういうので普遍性共通性法則っていうのを見いだしていくカントの時代とかあったらニュートンのね万有引力の法則とか法則オブ法則って感じでねだけどこれらのその自然法則っていうのはいわゆる客観的な真理ではないっていうふうにカントは考えたわけですというのもそれらの法則って我々人間精神のうちには法則が存在するように見えるけれども実際にその自然の中に万有引力の法則 っていいううのが存在するかどうかかかどはわららないからだって言ったわけよ法則そのものは目に見えないでしょ。ラッカーとかを通して法則の存在を知りうるってだけでそれが本当に自然界に法則が我々とは別に存在するかっていうのはわからないって厳密に考えたら。 ということをカントは言ったわけでねこれはねヒュームとかそのイギリス経験論の流れをある程度妥当だと認めてるの、ね、ヒュームとかそういうのを典型的に言った人でね前回の動画でそうだったけどなのでカントは自然法則っていうのは自然の中にあるんじゃなくて人間の知性の中にあるもんなんだ。 なんでかっていうと我々とは全く違う感じ方をする生物っていっぱいいるわけですよ。虫だり中人とかでもいいかもしれないけど <laughs> そういう人たちにとっては万有引力の法則が自然の世界にはあるなんていうことは思わないかもしれないじゃん。なので法則ってのは自然の中にあるんじゃなくて知性の中にあるんだっていうのはかなり妥当な話だと思う。 で、我々の知性の中の法則とは区別された自然とか物そのもののことを、カントは物自体っていうんですね。これ、キーワード。カント哲学のキーワード、物自体。で物自体っていうのは、我々の知性からそういうふうに思われるものとか、あるように見えるものっていうのを現象っていうんだけどで、物自体っていうことを名付けることで、現象と区別するんですね。この区別がカントの一番重要で分かりやすいところ。そうすると、物自体は知りえないんだったら、ヒューマンみたいに会議論になるしかないんじゃななないいの全てのてのには根拠がないなるんじゃないの って思ううんだけれどもそうじゃないと物自体は確かに知り得ないけどその人間の知性のあり方っていうのは一定のパターンとか法則とか確実性っていうのがあると。 そういうことを言ったんですねなんか全部が疑わしいとか根拠がないっていうのは現象と物自体と区別しないでごっちゃにしてるからすべてのものには根拠はないっていうふうになっちゃうんであって物自体は確かに根拠がないんだけれども現象には根拠があるつまり人間精神のうちにはかなり確実な根拠があるだから人間精神を分析すれば確実なものが見出せるっていうのが こんなん序盤も序盤なんだけど <laughs> まあそういう問題意識そういう問いの立て方をしてるってことですね。自然そのものには確実な根拠っていうのは見出せないんだけど人間知性ののうちには確実な根拠ってのが見出せるそうすれば自然科学とか数学っていうのがあくまで人間知性のうちでは確実なものとして基礎づけができるっていう話になる。 こういう感じですね、えー。まとめますと、カントはのロックとかヒュームみたいな経験論哲学にある程度妥当だと認めて従いつつも、懐疑論っていう立場を乗り越える活路は見出したのね。それが物自体と現象の区別。だけど、その物自体については知りえないけど、我々の精神においては自然科学はこう自然法則っていうのを見いだすわけですよね。それによって我々は確かに自然の認識を深められる。夜空の星々っていうのが、ただただ美しいだけじゃなくて、人間知性の学の営みによって、 解明された自然のうちの秩序と法則としてこの自然夜空の星々を眺めることができるわけですこれはピタゴラス派にもちょっと通じるよねただただ美しい感覚で美しいものが学的認識によってもより美しくより秩序だって見えるようになるこういうモチーフがあるわけですねそこから夜空の星々天体の運行っていうのに惨憺と異形の念を持つことができるんだこれがまず最初に紹介した名言の前半部分ですね夜空の星々への異形の念はこのようにして生じる で次が道徳法則。内なる道徳律とかって言ってる謎のものですけれども、これはですね、実践理性批判っていう、まあ、第2の主張で語られることですね。この作品で道徳法則とか道徳律どっちでもいいんだけど、ことかが語られる。ま,あ、まず、関東の倫理学で一番面白いのは、こいつはこいつとか言ってるけど、自然に法則があるのと同じように道徳にも法則がある。こういうアプローチをしたので、ね。 これ面白いよね。何言ってんだって感じなんだけど、カントはだから最初に言ったように基礎付けをしたい。基礎付けっていうのはやっぱ普遍とか法則っていうものに、ななきゃもう基礎が基礎にならないわけだよね。コロコロ変わっちゃうようなものは基礎にならないわけですよ。だから、およそ基礎付けっていうのを目指すんだったら、倫理学道徳においても法則がなければならない。まあ、考えたわけですよね。自然法則があるのはみんな認めるし。それが物自体ではないにしても、まあ、我々の知性のうちに自然法則っていうのを認識するっていうのはみんな認めるわけです。道徳ってどうなん道徳に法則なんかあんのかよ。 話だよね普通はさ道徳っていうのはそれぞれのね文化やさ風習から発生したものだってソフィスのプロタゴラスとかさそういうことなんか言うの好きそうだけどさ <laughs> そういう風に言うから自然法則のような普遍性があるって普通思わないわけですよねそこをあえて自然法則と類似的に考えて道徳においても普遍性のある法則っていうのを打ち立てようとするのがカントの独特な発想なわけですねこういうことができるのか本当にもしそういうことがあるとか道徳法則を発見できるんだとすれば 自然法則が学問の規則であるのと同じように道徳法則が理性に基づく真の市民社会というべき共同体の基礎になるわけですね。これがその道徳法則とかっていうわけのわからないことを言い出している理由と道徳法則っていうものがあることによって真のね 理性に基づく市民社会、共同体っていうものが基づけられる。恣意的なね、ルールによって打ち立てられてる共同体よりも、みんなが真の理性に基づく普遍性によって、そういうことがまあ理性的な共同体、市民社会のあり方にふさわしい。まあ分かるよね。これは非常に分かるよね。じゃあ道徳法則って何だよと。そんな普遍的な法則なんてあんのかよっていうことで、まあまず道徳法則って行動原理とか義務のことですね。こうしなさい。で、それは次のように定式化されます。 えー、あなたの意思の確率。これは行動の指針のことですね。確率が常に同時に普遍的な立法の原理として当てはまるよう行為せよって。これかなり有名で、まあいろんなント解説に出てくると思いますけど、何々すべしとか、何々すべきでないっていう,のそう,いう行動の指針っていうのは、その我々自分一人一人の僕とかあなたの個人的な立場や好みによって選んじゃダメだってことね。 全ての人が同じことをすべきと思えるものが道徳法則にふさわしいし、あなたはそれを自分の行為の義務として選びなさいってことだね。これを理性の事実とかって、自明だってことだよ。要するに、事実としてそうだろうとかって言い出すわけ。あって感じだと思うんだだってなぜかって言ったら、自然法則っては確かに逆らえない。事実逆らえないじゃない。人間は空を事実飛べないじゃないか、自力ではみたいな。 これは逆らいようがない。だから法則っていうのはわかる。引力があったら落ちるじゃない。これに逆らうことができるわけがないだろう。まあそうなるわけですよね。で、それとは反対に、道徳法則って余裕で逆らえるわけですよ。まあ例えばさ、嘘をついてはならないとか。嘘の約束をしちゃいけないとかって。あとは、それが道徳法則、たるにふさわしい原理だとかって言うんだけど、いや、嘘ついてはならないって、まあわかるけど、いや、余裕でつけるし。<laughs> 自然法則は逆らえないけど、道徳なんて法則とか言ったって余裕で逆らえんだから、そんな法則になるわけねえだろあ。そういうふうに思ってますよね。でも、ここがね、ここが感度めっちゃ頭いいんだけど、そうなの。 その逆らえるってのがポイントなんだと、カントは言うんですね。なぜかっていうと、自然法則に対して我々は自由じゃないわけです。自然法則にはもう絶対的に従わざるを得ないわけですよね。自然法則ってのも物自体じゃなくて、現象だっていうことはポイントなんだけど、まあともかく自然法則には逆らえないわけですよ、我々は。だけど道徳法則には余裕で逆らえる。それはつまり、自然法則に対しては自由はないけど、道徳法則に対しては自由だっていうことだよね。道徳法則とか倫理においては我々は自由である。 っていうことを知るわけです。道徳法則が存在するっていうことを認めること。このことがまさに人間が自由であることを認めることなのだって感動言う。お <laughs> そう来るかみたいな。 なるほどね。みたいな。ホップスみたいな人はさ、人間ってのはもう自由なんかない。ピノザもそう自分の利得に基づいたものに過ぎないことを自由だって勘違いしてるとかって言ってるわけだけど、カントは道徳法則なるものの存在を認めることで、でもそれについて余裕で逆らえるじゃないですか。っていうことをもって人間に自由があるって認めるわけだよね。これはね、なかなか逆転の発想みたい。 感じだと思うんですけど、皆さんどうでしょう。ここは結構面白いと思う。まあそんな感じですね。例えば嘘をついてはならない。嘘の約束をしてはならない。っていうのは確かに万人がそれを守るにふさわしいものだなとは思えます。だけど、 この自然法則とか道徳法則に正解はないっていうのが一番大事なポイントね。正解っていうのは、まあ、物自体を意味することになるから、仮に正解が存在したとしても物自体だから知り得ない。こういうことを押さえておいて、だからこそ我々が自由であるっていうことを承認するために道徳法則の存在を認めると。しかし、まあ、何が道徳法則であるのかっていうのは決して固定しているものじゃなくて変わり得る。 自然の法則だって変わり得るわけじゃん。我々の認識とか学のアプローチが進めば、まあ、今とは全く違うようなさ、原理がさ、法則として変わり得るわけだよね。近代のさ、ニュートンの原理からアインシュタインの原理に変わったようにさ。そういうことが道徳法則で全然起こり得る。嘘の約束をしてはならないっていうのも人類万古不易のね、法則なんじゃなくて全然変わり得るってことはもう当然あるわけ。それはなぜかっていうと、物自体じゃなくて現象だから。物自体の中に存在するんじゃなくて、知性のうちに存在するから。 だから、実際何を道徳法則とするのかっていうのは、その都度自分の頭で考えなきゃいけない。これが正解ですなんてのはない。それがカントの倫理学のもう一つの重要概念である啓蒙っていうキーワードにもつながる。 啓蒙っていうのは、まあ、もう開く、教育するみたいな意味だけど、啓蒙された状態って何だって言ったら、大人であること。つまり、自立していること。自分を律するの方ね。自立っていうのは、自分の頭で考える。自分の判断とか行動っていうのを他人任せにしないってことだよね。他人に依存してないっていう状況が自立だから、自分の頭で考えること。これこそが啓蒙であり、自立なんだ。 だから、その何を道徳法則とするか。そういうことを自分で考える。これこそが啓蒙であり、自立した人間の在り方なんだ。だから、道徳法則っていうことの存在を認めることで、我々は自由であり、我々はその自立した人間であり得る。自分の頭で考えることができるんだ。道徳法則を承認することは、人間としての尊厳を承認することなんだ。そういうふうにカントは考えてるわけですね。これはね、いやー、まあ、カント倫理学が今でも影響あるっていうのは、まあまあな。 得っってて感じですね正直言ってということで、だいぶ長くなって、<laughs> もうカ解説はね、長くなっちゃって申し訳ないですね、はい。後半のまとめですけれども、道徳の法則の存在は私たち人間の自由の根拠だってことですね。何度もまとめてますけどで。道徳法則の存在がそれまでの伝統とか単なる習慣とかね、みんなやってきたことだから、まあそれも大事は大事なんだけど、まあそういうのを超えた理性に基づく道徳っていうのを可能にする。そういう市民社会。 ファントがあるべき市民社会あるべき共同体だっていう風にしたのを目的の国ってやったんですね。これはね永遠平和のためにとかっていう有名な著作でもまあ 言及されるんだけどまあ連合国家とかね世界平和を論じる政治哲学っていうのがこういうね市民社会の基礎づけ真の市民社会とかっていうそういう概念というか構想のもとに論じられたっていうことを押さえとくとより理解が進むかなと思いますで。道徳法則の存在が理性の事実として承認される時確証される時ハントの心はですね星空に対するのと同じく道徳法則に対する簡単と意系の念に満たされるんですね。 ななぜなら道徳法則こそが我々が自由であるっていうことを確証させるものだから。カント星空と道徳法則への簡単と異形の念を抱いた理由が明らかになりました。星空と道徳法則は真の学問の基礎と真の市民社会の基礎を構想するというカント哲学の本質の象徴なんだと。えー、以上の星空と道徳律という名言を通じて、 関東哲学の本質を理解するという素晴らししいい講義でございましたや、これよくできてると思うんだよね、我ながら。なかなかね、大変よくできていると思いますので、どうぞこちらもよろしくお願いします。次回はフィヒテですね。フィヒテもよくできていると評判をいただいているので、こちらもお楽しみそれではご、ごきげんようさん。